それを聞いてどうするんだ。レポートでも書くのか。ああそう、俺の家の近所に花屋敷って呼ばれる家がある。門も庭も窓も花だらけで、いつも一人の女性が世話してるんだ。本当に花が好きなんだろうな。水をやったり肥料やったり枝を整えたり、毎日毎日。そうだな、真っ先に思いついたくらいには理想かな。もう80過ぎてたと思うけど。